身分を確認してください夜が来ました目を閉じてください よーし頑張るぞって朝いますねぜひね高評価お願いします朝が来ました 昨夜は誰も死にませんでした8番のプレイヤーは発言してくださいいやートップバッターね本当に話すことがないんですよね何の話しようかなうーん 面白い話も何も浮かばなかったんで、あの2週目頑張りますね。9番のプレイヤーは発言してください。はーい、松葉さんね。なんか面白い話して欲しかったですね。何でもいいので喋ってほしいみたいなのが人狼殺ではよくある流れですね。何でもいいので話した方がいいということで、私からの進行論を話します。団体精査から入るべきだと思います。line 制作から入るのは考察がニコルし、思考ロックしちゃうので。 えー、しかも、えー、ライン切りなんていくらでもできるし不毛ですあくまで単体精査から入るべきでライン精査も重要だと思っております初週から占い師霊能者は出てほしい派です八番さんはまあ発言が少なかったので印象悪いと言っておきます以上です1番のプレイヤーは発言してください,ださいはい占い師です5番白5番白把握お願いします まあ、9番さんの言ってることはもっともやと思っていて、単体制作の方が私も重要やと思っているから、9番さんの印象はいいかなって思っていて、8番さんが2周目頑張るって言ってるけど、まゃ、あ、ってほしかったなって思っているし、えっと、8番さんがもしスムラでそんなことをやっていんねったら、ちょっと嫌やなって思いました。2周目頑張ってほしいなって思います。あと、能は1週目から出てほしいって思っている。あのー、例えば 二番さん、霊能とかやって、二番さんが霊能潜伏とかされていて、二番さんの精査をするっていうのが時間の無駄だと思うし。はい三、一番面、三、二番面は狩人潜伏でいいと思います。他は出てほしい派です。二、二でも出てほしいと思っております。以上。二番のプレイヤーは発言してください。 A のです。A、えー、のです。1番さんの白鷺が私に刺さってたら、まあ潜伏しようかなって思ったけど、別に、まあ1番か、真か偽かは知んないけど、まあ普通に 5, 5番にしろって言うんだったら、まあ普通に出るのかなって感じですね。えっ、ー、と、8番さんに関しては、まあ、まあ、8、級で比べたら、まあ9番さんの方が印象見えるのはまあ仕方ないかなってぐらいだけど、まあ8番さんも、だからって黒いかって言われたら、まあただ情報落としてない人って感じだけしかないから、まあ本当に、 印象で言ったら、まあ、9番さんが印象がいいってぐらいだから、まあ、8番さんは本当何もない無ムムって感じだから、まあ、2周目頑張ってくださいって感じですね89番さんとも色自体はないけど8番さんはより頑張って89に比べたら9番さんよりかは8番さんの方がツリーチになってるから8番さんがムラだったら頑張ってねって感じな印象ですねはい M、はいえー、のです、はい、以上3番 のプレイヤーはお願いいしします発言してくださ僕は特段8番さんに関して印象悪くも良くもないかなと思っているだって8番さんの席だった場合って盤面の話とかって結局しなくていいと思ってるしだから2周目頑張るっていうんであればそれを聞いてみないと評価ができないと思ってるかなまあ木場さんの言い分も分かるけど8級に関しては特段色落ちも印象もそこまで 大差はななないいかなっていうののが率直な僕の感想です 1>,、はい、1番さんに関しても新要素2世要素特段拾えてないのでまあ盤面次第2番さんについて2番さんの発言で、うん、と8番さんがそのままだんがつこのままだったら釣り位置上がって筆頭だからどうこうって言ってるところから 2CO とかをまあ懸念してないなっていう意味合いでは。 2番さん若干新感情なのかなって感じた。でも、8釣り日ヒットになるっていうのは、まあ、ちょっと早いんじゃないのって僕は思ってます。以上です。4番、のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございまする人は私トジネシオ特にないです。8ん村沖、8ん村沖。8ん村沖、それだけ言ってくと別に9に関して新いい悪いなくて、えっと、8が発言ないから、そこ、ね、それに対して発言量が9番さん 多いから印象良くなるのは当たり前だと思ってるし別に白黒のつける要素には足りへんし単体精査っていうよりか臭いところつったらええと思ってるから別にいいかなと思ってる。8に関して村置きする理由っていうのは8番つかこの超人気においてあの色を隠そうとするメリットって狼にとってはないからと思ってるかな。あって狂人かなと思ってるから八村置きでいいと思ってるから。はい、やば。あと何やったっけなんか一番に突っ込みたいとこあったんやな。<laughs> 何ですたっけなまあいいや、どうでもいいや。はい、回します。5番のプレイヤーは発言してください。特にしようはありません。1番さん、僕、白ね。4番さん、強人じゃないですか ?8 番村岡はマジで意味わかんないし、4番さんの理論で色を落とす人物が狼になっていくって言うんだったら、3番さん村岡は早くないって感じ。8番さんなんてわからないし、最終日、例えば8番さんともう一人で黒,黒結果が落ちている状況で、8番さんは村だったとしても、 8番さんが2周目ど,どんだけ伸びるかは知らんが、とりあえず1周目の印象では、8番さんは悪かったよ、めちゃくちゃ悪かった。せめて進行論とか、まあ、頑張っていきましょうねとか、こぶぐらいはしてほしかったからね、僕的には。僕が8だったらそうするから。だから僕は印象が悪いから、そこを村置きできる4番さんは意味わかんないし、占い位置に行きたい狂人なのかなとも思っちゃったから。で、えーとーまあ、2周目次第だけど、8番さんを僕は釣りたいかなと、この段階ではね、8から4聞いただけでは思ってる。それか4。狂人名、まオ、あ、は分からんけど、狂人あると思ってるから4。 まあ8の2周目は聞いてちゃんと考える。6番のプレイヤーは発言してくださいはい、おはようございます。朝立ち、夕立ち、みんな友達、好きなおっぱいのサイズは D カップです。<laughs> 7色の虹の扉です。ああ、5番ちゃんいいかなって思ったね。5番ちゃん評価できるかなって思ってるよ。悪くないね、5番ちゃん。5番ちゃん悪くないねって思った。たださ、8番ちゃん2 d チっていうのは、あ、そっか、初順のその位置でっていうところなのかな。ところなのかな。そう。 違和感感じたのはやっぱり4番ちゃんなんだよ。8番ちゃんってさ、2週目次第でさ、村っぽい要素って全然ないんだよね。だから、その9番ちゃんが8番ちゃんに対する、印象悪いねっていうのは、9番ちゃんのその席で、真っ当な、真っ当な切スだと思うから、4番ちゃんに関しては結構、違和感をぶ違和感かなって思ってて思るよ違和感オブザイヤーまでの違和感はないんだけど、若干違和感かな。3番ちゃんの色使い良かったなって思ってる。さて、7番ちゃん。7番ちゃん占い出るの平和にしちゃうの どうなるどうなるんだ、これは七番のプレイヤーは発言してくださいはい、おはようございますあの、僕、真の占い師なんですけどで、しかもですね、五番さんに白が刺さってるんですよ乱白でう、えーん、各白 <laughs> なんで、一番さん、まあ、えー、っと、もしスラがないようなのであればうん、陣外が、えー、っと、刺したところがちょっと一緒やったってところになってくるんですけど <laughs> で、まあ、でここで1番目で確定した場合において、8番さんに関しては、特に、えー、1周目での色落ちがなかったことから、まあ、2周目頑張るって言ってるけど、2周目それで頑張れなかった場合は、まあ、2、1番目で確定した場合においては、釣り位置になってくるのかなっていう感じではあるかな。で、5番さんの意見に乗っかるわけじゃないんやけど、4番さんのその8、3、村おきに関してが、 うん、ちょっとまだ早いんじゃないかなっていう印象を受けたあ二2周目2周目に8番のプレイヤーは発言してください いやーついに2週目ですね。まあ、7番さんはまあ、最終位置にも限らず、まだ俺の話をしているのが、マジでしんぽくないし、あと、占い結果、今のあのそのみたいなのって何なんですかねあ。パッと言ってくれませんややこしいんでって思いました。<laughs> はい でねあの4番さんにあの強人とか言ってる人ってマジでありえないと思っててあの4番が強人だった場合ってこの2一番面でグレーツ名になる可能性が高いにもかかわらずあ,のあんな発言しつられ位置に入る必要性が全くないんで、ね、4番の強人を追ってる人はやばいと思ってるんですけどね。はい <laughs> って思いましたね。4番は村置けしてもいいかなって思いましたね。はい、まあ、若干ね狼要素はあるかもしれないけど、まあ、それも別に <laughs>。 現時点で王必要ないかなと思ってるんで。で、7番が俺は偽だと思ってて、まあ、今日の釣り位置、まあ、9番は2種目でいいかなって思ってますね。3番からは何も拾えなくて、あの6番でいいかなって思いますね、消去法で。あの5番がね、白角してることに俺はびっくりしてるんで、オオカミかどうかわからない俺を釣りをして、4番が強靭だと思ってるのに、4番は次の釣り位置に上げるっていうね、あのマジでわけわかんない声してる5番が白角のことにびっくりしてるんで、はい。 まあ6でいいかなと思いましたはい以上です9番のプレイヤーは発言してくださいはい,っいよえー、っとまず、えー、8番さんから直前の8番さんは白角なこと8番さん5番さんが白角なことにびっくりしてるんだったら4番さんを村置けしてるんだったら5番さんのことを狂人で見てもいいのではと思ったけどその視点がないのか えー、でしかも4を村置きしていいっていうよりか、お互い村置きバッチバチにしてんだね。4番さんに関してはもう意味わからないよね。まあ、その進行論っていうか初、初日から白くなれる方法があるんだったら、みんなそうするし、えー、それって人外もそうするわけであって、結局、だからこそ色落ちがないっていうのがよくある流れだと思うから、それがよくわかんないよね、単純に。 で、えー、と八番さん自身は五番の言ってることがよくわからないと言っていたが私は五番さんの言ってることが分かったのでえっ、ー、とし白だが強人目はないと思っているえー、でえっ、ー、とあとは占い師に関しては七番さんは、まあ、八番さんも言った通りえっ、ー、と最終位置になっていても、えー、八番さんの話をしているもっと優先順位をつけて、えー、グレーの話とかをしてもいいんじゃないか特にえー、まあ 両方ともね白が5番に刺さってるわけだからグレーが広いわけだからグレーの話を優先的にしてほしかったってところで印象悪いかな。ところかな。6番さんに関しては3番さんが良かったって言ってたけど私はまあ良くも別に悪くもどっちでもないかなと思ったんだよね。えっとだからその理由を教えてほしいかなすごい雑な雑な白塗りっていうのがなんかそういう風に感じたかな。 ですかねさんまさんに関してはえっとなんだっけ2番「釣、え、り、ー、新勘定8は釣りちゃ早くない?」しか言ってなかったと思うけどね。1番のプレイヤーは発言してください。 えっとまあ、4番の単体の発言って俺も何かしらの人外か役かなって思っていてそして7番が5番に城をかぶせている行為から7番が狼だやと思っていて5番6番っていうところが4番に投票を向ける行動発言をしていた状況下で7番が4番に囲わんかったら4番が相方やった場合って4番釣られるから4番の色って城かなって思ってます、はいまあ、6番に関しては特段5番さんと発言が似通っていて そんなに色っていうのはないかな、引っかかるところもなかったし、8番9番のどっちかから釣りたいなって思ってます。えっと、8番9番がほぼ同じことを言って、7番が偽になる根拠が、8番9番視点で7番が8番に触れていたからかな、8番が言っていたのは7番が8番に未だ触れていることがおかしかったって、別に7番の位置で8番に触れることが偽要素にはならないし、9番に言ってる7番の <laughs> グレー精査をしていないっていう方がまだ分かるかなって思っているから8番から釣りたいって思っているかな8視点で7の偽要素が8番に触れているからっていうのが分からなかったそれが偽要素になるとは思っていないからライン切ってんのかなってすり寄ってんのかなって思うし8視点で4が白くなる理由が何だっけ村,村を置いてくれたからっていう視点って8視点で4番ってすり寄ってるように見えへんかったのかなって思ったから8番が一番なんか狼っぽいなって思ったかな 3番に関しては特段 <laughs> まあ2周目っぽいかなって思っていたぐらいやから、まあ、4番は何かしらの陣外か役かなって思っていたけど7番が狼やと思って56からのライン、えー、投票行動から4番ってないかなって思いましたはい、まあ、釣り位置に上がったらカリウド出てほしかったけどまあ <laughs> いいんじゃないかな出え,えへんでったら出えへんでいいです正直出てほしいよカリウドははい現状は8番に入れたいと思ってる 2>, 2番 のプレイヤーは発言してください4番さんが釣り位置で8番さんがと9番さんがまあ占い位置かなって印象ですかね。4番さんの38、8まあえーまあ、みんなほぼ突っ込んでたけど、38<ー>の村の拾い方が意味が分かんないです、はいえー。絶対あんなんで村なんか拾えないんで、感覚でしか、<laughs> うん、で普通になんか4番釣ってもええ人やなって思ってますね。はい 一番さんがなんか七番さん狼見て四番さん釣りたくないっていうのはわかるけど、八番さん、九番さんは個人的には占い位置かなって思ってるんですけどね。八番さんに関してはまあ、私はね、なんか七番さん偽っぽいなっていうのが意見は、そこは意見合ってるんですけども、なんか四番白いっていう理由はちょよ、よう分かんなくて。普通に八、九の方が釣り位置っていう、八番と九番っていう釣り位置っていうのは私的には占い位置かなって思ってるんですけどね。なんかよう分からん。 な,な,な、なんだろう、初日って、この2日だったら、なんだろう、狼っていうか、なんか、何言ってるのか分かんない人釣ればええと思ってるけど、ね、だから、4番さんの3、8が、なんで、<laughs> 4番さんの席に座って、私は3と8は、あの、村置きなんかできないから、うん。だから、言ってることおかしい人落としちゃええと思ってるから、4番さん言ってることおかしいですけど、普通に。4番さん釣っていいんじゃねって思ってますけどね。 まあ8番さんの最後の釣り1、6っていうのもまあまあ分からんでもないからだから別に占い値でもいいかなって釣り八8番さんに関しては3番さんは2周目って感じですねはい私は4番さん釣りでええと思ってますけどねあと一応割れた場合はあの決戦で私が投票してる方に合わせてくださいはい3番 のプレイヤーは発言してください僕も正直ね4番さんが分かんなかったんだよねそこはすごく分かるみんなが言う通りだなって思ってるし、うん、と1番さんが7を老軸で考えた時に4っていうのは初日から釣られに釣、うん、られそうだから囲うんじゃないかみたいな話をするのもすごい分かるんだけど1がに成軸だった時の相方1って4あり得るのかなってちょっと思ってるのと8番さんが「こう書くしろ」 に対してててずっと時間を割いてヘイトを向けてるんだよねもし8が村でまあ今日4つって最終的になんか5番さんが残ってた時に8番さんに結構ヘイトが向かっちゃうから初日落としたいのは4か8どっちかってめっちゃ悩んでます9番さんが言う8番さんが5番さん強人見ないのっていう指摘はすごく良かったなって思ってるんで9番さんは僕はそうですね2番さんの言うとおり釣り1ではないかな釣り1は4か8かな 5番さん隠しろになったことって別に触れる必要なくねまあいいんだよ8番さんの感情的になったんだらわかるんだけれどもそのムーブがもう8番僕狼ではなさそうだなって思ってる8番強靭なのかなって正直思ってるかなだから2番さんは僕とはちょっと違うから8番占い師って言ってるんだけど僕は8番さんの隠しろ殴りっていうのがどうしても オオカミではなく白人街でなんか占い位置持ってこようとしてるのかなって感じてしまってる現状んなんとなくだけどね分かんねえまして6番さんは別にそんなそんな、まあ、僕9が言う通りに僕の良かった点を言ってくれればなお良かったなっていうぐらいで6は別に3り位置じゃないでしょう4番さんの発言聞いて決めるけどほぼ4か8に入れていいんじゃないかなって思ってます それぐらいかな。一七に関しては、若干一の方が真ありそうだなとは思ってるけど、そうなったら四番のプレイヤーは発言してください。さいまず1、一って百真ないです。一番の進行論で、自分で言ってましたよね。あの一周目から。 あの役出てくださいって、霊能師はって、あのその人の精査めんどくさくなるんで、じゃあなんで2周目釣り位置に上がったら狩人さん出てほしいっていう精査になるんですかね、一番の矛盾まず1個。ほんで、8、9に比べたとき、8番の方があの理由が浅いんであれば、その8番をね、あの村置きできた4番が釣り位置になるんじゃないですか、1番さんって言っておきます。あと,、えー、っと、2番さんに指摘したのって、8番が発言ないから、そこで発言ちゃんとしてる9番さんは印象よくなるの、当たり前から別にそこに関して。 白黒はないよねって話してるし、8番に関してあって今日一やと俺は思ってるからもう村でもええっていう精査を落としてんねんけどな。だから別のとこから落としましょうって話をしてるし、8番ってそれ組み取ってるから21番目の場合ってグレーズ目からやろその場合って8番強人だと思ってるから村置きでいいじゃあ3番も村置きでいいっていう精査をするんであれば俺って何になるのって話だから。ああ全く間違ってない。ないし3番って8番ってあの心証悪いけど、 あの超人気において占いって結構進路で大体置かれるのにもかかわらず3番ってそしたらあの人外質合わなくなるから3番が8番かばう必要ってないと思ってるから3番がローっていうよりかは今日っぽい方がまだしっくりくるだから3ってロー目が薄いから8は除外してるだけ分かりましたかね、はい、ないし6番に関して9番が指摘してましたが6番って3番のことをいいっていう,いうのであれば 8番に関して2周目っていうところに関して4番は3番を村受けしてます。分かりますかこのロジック。何もかかわらず6番が指摘したのって5に乗っかって4番っておかしいよねっていう精査さ6番って全く俺ロジックが組み立ってないなと思ったんで6番一本ずりしてですねはい6番一本ずりして以上5番のプレイヤーは発言してくださいうん48に強人がいるんじゃないですかで17進路じゃない ?1 番さんの言ってって。 う 4, 番さんして4番さんのことは1番さんは印象が悪いが7番さんと4番さんのローローが見えないで7番さんが5に白だから7番狼だった時に7四ローローが見えないから4は行きたくないっていう説だから8を村置きし,し,してたから4がおかしいが7四見えないっていう話だからねだから別にそれは不当じゃないし1番、まあ、さんの仮留の件についてはまあそう思ったのかもしれないがそれはおかしくないって思ったね。 で、えっと、8番さんに言うけど7番さんが、えっと、1周目の最後の位置で8番さんに対して触れていてこれ9番にも言うけども,う、えっと、もっとグレーに触れてほしかったって言うけど8番さんがそのあ,なたあなたのその動きがなければ7番さんはもっと触れられたんじゃないですかそれで8番さんに対しての印象で村が全体として8ってなんか色落とす気ないよね変だよねって話になっちゃってるからそうなっちゃってるんでしょだからそれは8番さんが自分自身でやっちゃってる行動だと思うよ で、えー、っと今日僕は8番さん釣りたいかな。4番さオオカミはなさそう。それは1番と同じね。1番さんと4番さんのオオカミがありそうって3番さん言ってたけど、1、四のつなげ方じゃないかなと思ったら、7番さんが4番さんを、えー、っとやってないから、あと釣りをしそうな感じだったからないっていう話は、それであえて、それを両手かばってる1、4、6には見えなかった。しかも4番さんのそのライン的にもね、かなと思って。だから3級占い位置で 8、4強靭ありそうだから8番か4番冷たくて、まあ、どちらかといえば8番冷たいですね6番さんに対してだけど別にまあ僕と印,象あと印象付けがね一緒の段階では同じって言ってたんで、まあ、そこまで4番さんと結構叩いてるけど別に僕はその悪い印象はないかなただ占い位置じゃないかなと思ってるかな8いきます6番のプレイヤーは発言してくださいこんにちは 4番ちゃん元気 ?4 番ちゃん元気にやってるかなよろしく。7色の虹の扉です。あれさ、4番ちゃんさ、1、二手でさ、占い振動でしょほぼほぼってさ、4番ちゃん自身言っててさ、1ロジックだったら、9番ちゃんへの触り方がちょっと不自然に見えなかったかな ?1 ってさ、8球上げてるんだ。鶴一筆頭として8を上げてるんだよね。なんかさ、1球のバイパスちょっと見えなかったかなって思ったよ。その4番ちゃんの理論でいくならね。 違うかな。で、3番ちゃんに関してはね、ごめんけど、ごめんけど白はじきしたいぐらいの白はじきなんだ。あ、ちょっとね、延長するよ。ブルーシートを気をつけて1離れてね。OK、大丈夫。怪我してないみんな大丈夫かなでさ、七ロジックで考えたときの相方ちゃんがいないんだ。 一番ちゃんの精査はね、かなり良かったと思うよ。かなり良かった。その、七番ちゃんの狼で見たときに、そう、五六あたりの表が四に固まるから、ね、四に関しては白いんじゃないか。そう、一番ちゃん、それはね、そう思うんだけれども、自分ってさ、結構バイパス精査さ、したいタイプなんだ。だからさ、七のバイパスはいないんだよね。一のバイパスはさ、九しかないかなって思うんだよ。で、でだよ。最も不自然な、 小間陣営、白陣営、それはあなたです。8番ちゃん、あなたです。8番ちゃん、あなたさ、あなたさ、もう4がさ、ローでさ、4つられるとまで変わってきたんじゃない ?5 陣外で、角城にもかかわらず5を疑うんであれば、5強陣に置くべき。の精査も3番ちゃんと似てるしね。いいんじゃない ?7 番のプレイヤーは発言してください。そうですね、<laughs> 6番さん面白いなと思って、めっちゃ笑ってた。うーん、んで、8番さんに関しては、うん やっぱ釣り位置かなと思っててなんか7番さんのその位置で8番に関してまだ言うのっていうにもかかわらず隠しろである5番さんに対して何度も何度も突っ込んでる辺りがブーメランかなと思って,てうーん正直占いたくないので釣りたいかなと思っている <laughs> えあそうなのあっちーここの位置の代わり <laughs> うんってなるとうん正直8番さんのことを、えっと、占い位置に にさせたたいい人かなと思っていたのでうんそうなってくると4番さんが一番さんの芯をほぼほぼ切っているっていうのが僕にすり寄ってきているのか <laughs> はたまたと思っていたのだがうーんどうなるなでも4番さんが一番さんを叩くのが進行論に沿っていないからっていう理由やったよね。 で、6番さんに関しては、3番さんの白はじきの理由っていうのがすごい分かって、僕も3番さんはもうほんまに村かなと思っていたので、うん、そこに共感、共感位置なんよね、6番さんは。だから、うん。ってなると、僕目線、9か4。4番さんがその1番さんを勘弁、かほ,ほぼほぼ芯切ってるのがすりよりなのかうん、どうなのかっていうのがちょっと分からんので、 うーんどうなんやろなぁ9か4あ一1番さんに関しては狼かなと思っている1番さんは8番さん9番さんで追いッチを上げて最終的に8番さんに行きたいっていうふうにグレーでもうすぐ行きたいって言ってたから狼かなと思って,て49ちょっと考えます投票を始めてくださいあリアン イべーられそう4番のプレイヤーが選ばれました63票入ってんだ4番のプレイヤーは発言してください,い125 9。5に関しては sg やと思ってるからな。まあ何でもいいわ。はい。<laughs> 12ローローかな？12ローローか16ローローかなと思ってるけどな。6のロジック意味わからん。gt ロ,ーローあと2に関してはマジでわからん。あー2。お前霊能か。ま前、あ、はお前次の日噛まれるからごめんね。あ、俺狩人です。はい、2番に腹立ったんで約出ません。 出てないですあ普通に2番かめますよ。なんで、狼さん。言っときますよ。2番かめますよ。言っときますけど。はい、だから8番狂人言ってたけど、3番に3番俺1周目から言ってたよな。これ8番狂人あって狂人1やろって。なんで俺次1やろ、ね、どっちなんだろうこれ。3、8のロジックちゃんと言ったけど、3番に関しては8番を、ま、わざわざ。 あの守る必要ないしって。だし、誰やったっけな、8番巨人で4番が狼に見えるってロジック6番か、やっぱ言ってたの。8番巨人で4番が狼に見えて守ったんちゃうかっていう精査を落としたけど、じゃあ4番はなんで8番を守ったんって話になるけどな。そうなったら、と思ったから。あと1球が太いパイプに見える意味がわからんかったから、詳しく教えてほしかったっすけどね。はい、何でもいいっすわ。あ、2番勝手に噛まれろ、お前。お前みたいないらんわ、マジで。 標準だと置いてるんやったら二一番目で一格してん噛まれても,もいいか。二でいいか。天井で頭悪くないお前ほんま。やめとけお前。夜が来ました。目を閉じてください。人狼人狼は目を開けてください。<laughs> 人狼人狼は人を殺してください。六黒でいいかな。じゃあ六黒でいいです。まあ七七が私黒でそうですね。はい ですね、六白どっちがいいですか六白か、任せ6黒かやり,やりやすい方で了解ですはい、頑張りましょう <laughs> 8強人か 朝が来ました。昨夜死んだのは。二番。三番。のプレイヤーは発言してプレイしてください。いや、七番の投票行動がめちゃめちゃしんかなって思ったのと。六番さんから黒要素。てか、僕、六黒だったら申し訳ない、釣れないと思う。 3、6で残って、僕、村なんだけど、6、黒だった場合、村は申し訳ない。僕が沼っていくと思う。6番さんの、すげー納得してしまったかな。で、4、8に関しては、あって、どっちか強人かと思ってたので、昨日の発言聞いて、8番が狩りであった場合だよ。4が狼で、8かばう必要ないし、自分しろって知ってるから、4、6だったら、あまりにも露骨に自分の首締めすぎてる。 で6番さんになるんんだだよねただ6番さんがね、自分投票してんだよ、この人。<laughs> そこだけだよ。6番さんの自投票がなければ、やばなんかもうその票やめてほしい、村だった場合。そうなると、濁る。8番さんのあの動きは僕は強人だと思ってるけど、もし6が強人で、9村で8がローっていう可能性すら見えてしまうから、 あんだけ釣り押されてて狩流であぶり出して何スライドって何なのいや6番さんの昨日の投票がちょっともったいねえなって思うけど7の芯がめっちゃ濃いって思うのと8強靭に見えてるのと9番さんさっきの理由で消去法で9黒になってくるんで僕目線1級なのかなって思ってんだよね。 一番三視点で、まあ、四がもうほぼ黒なくなったわけでしょまあ、もともとその考察はしてなかったけどね、一番さは。でも、一番三って、なのに、四に入れてんだよね。一級なんじゃない?。と思うけど、どう思います五番さん。五番。のプレイヤーは発言してください。えーっと。三視点って。彼を何で見てんのかな。 まあ噛まれてているとし8ローで見てんの ?3 視点ってさ84心境なら隠しろ6角潮だからね6角潮でしょだって7が9で1が6でしょ、うん、?6 角潮じゃん3視点って48心境なら9確定じゃないのって思ったんですけどなんかいろいろ言ってたけど6馬さんの自答この村人外何人いるんですかねって思ったよ。 最高でない4番さんも意味分かんないしだって4八釣りちゃったのにね、まあ、8つるよ8つるで僕神かな今日8釣りましょう2番さんを守れてない時点で8番さんのすらはちょっと認められないよ新証明できないじゃんから8つるでえー、っと心境で見てるよ言ったけど4八は心境で見てる昨日は3九占い1の4八は心境で見てますって言ったから 神経っていうか強人だと思っ、どっちかこういうなと思って言ってるからね。で八つって3番さんの今のなんか六番さん自投票だけなんだよなとか言ってたけど六番さんは七が九黒一、えー、が六白だから角白ね。なんでそのその話いらなくてまあそうだね七番さんが昨日九三と九が七かまあ73でもまあわかるわかるっちゃわかるか。 感じですかね、だから3番さんちょっと番名清掃遅れたかなって感じ9番さんの発言聞いてくれないと分かんないかな1七番さん一番さん4投票まあ分かる気持ちは分かるからとりあえず8いきまーす3番さんのその視点も俺はけになりました6番さんがいつになるのかなこれ多分はーい6番のプレイヤーは発言してくださいはい6番ちゃんです そうだね安。安定、安定というか、まあ、確定陣外の8番ちゃん、8番ちゃん、8番ちゃんいきますね。で、まあ、その次の点差かなって思ってます。うん。まだ19、19バイパス、19バイパス、37バイパスってところなのかな。ただ、ほぼほぼ、891のハッピーセットというか、春のパン祭り状態入ってるかなって思ってるけどね。昨日の自投票に関しては、8番ちゃん帰良出ちゃったでしょ。でさ、4番ちゃんはさ、自分村かなって思ったんだ。で、 6ってさ、占い師でもないから、あの、9番ちゃん、3番ちゃん。てかさ、1番ちゃん、なんでさ、6番ちゃんなの昨日さ、9番ちゃん、8番ちゃん言ってたじゃん、自分って。ちょっと不思議だけどね。3番ちゃんの視点漏れも確かに引っかかるところあるから、まあ、8番ちゃんでいいのかなって思ってるかな。角白ですよ、角白真っ白白なんだ。 まあ、ほぼほぼでもさ、8、9、1だと思うけどね。一番ちゃんちょっとね、消せないよ、それ。一番ちゃんシーンだったら、なんだろうな、結構ヤバタニーのムーリーハッサメというか、目からカショウ目からドンペリ。空からモスコミュール。いや、空から、なんだろう。空からロマネー・コンティーかな。かなりびっくりマンボウな状態に入っちゃうから、 ほぼほぼ七番ちゃん死んだ見てるけど。それはね、二日目に取っとっておいてあげよう。頑張れ五番ちゃん。五番ちゃん頑張れ。以上、七色の虹の扉でした。八番ちゃん取ります。七番。のプレイヤーは発言してください。 いや6番さんめっちゃおもろ <laughs> ずっと笑っててんけど、うん、あ9番さん黒です9番さん黒でした、うん、なんかね昨日4番さんの発言的に、えっと、すり寄ってる要素もあるのかなと思ったけど、うん、でもなんか4番さん狼っぽくなかったなって感じがしてだから9番さんに投票しましたワンチャン9番さん 釣れれてもしそれで例の結果狼やっった場合ラッキーかなと思ってでも結果釣れなかったんでとりあえず昨日9番さんに投票したし9番さん占おうと思って9番さん占った結果オオカミでしたで1番さんのことを僕オオカミで見てるんだが一番怖いのが <laughs> 一番怖いのはね一番、まあ、6番さん隠し,隠しろ隠しろって言われてるけど1番さんがもしろこれ強人で出てて6白売っててもし8番さんがやばい村で、うん これすらしてるっていう可能性があれば正直6番さんの各城もまだ分からんかなと思ってるけどほぼほぼ8強人の一級狼でいいのかなと思っている <laughs>、うん、1番さんが狼でね9番さんは狼は知ってるから俺 <laughs>、うん、8番さん確定陣外かどうかは分からないがでもあのムーブはほんまにちょっとムラりはないかなと思っていてなんか釣られ 釣られたくなくて、仮 <laughs> しよう。うーん僕的にはね、もう9番ーーさん、オオカミ知ってるからキューバーさん行ってほしいんだけれど、<laughs> うーんハチの色がまだ分からんので、それやったら9行ってほしいけど、まあ、村目線それは厳しいもんね、分,分からんもんね。うーん <laughs> 俺は9行きたいな俺9行くうん8番のプレイヤーは発言してくださいいやーね俺狩人なんだけどさ濁声なんてするわけなくない ?4 の色見たってしょうがないんだし、うん、って思うんですけどそれ俺の娘にあげてくる5番がやっぱりねおかしいなってねずっと思うな ずっと思うよね。やっぱ5番がね、おかしいんだよね。この村で唯一。4が村に見えないとかおかしいでしょ。うん、4は村にしか見えなかったけどね。ああ。って思います。唯一村だったのが4番だけだったんだけどな。かわいそうだなってね、思いましたね。で、まあ、このね、あのー、多分あれは1が102だと思うんだよね。あのー、89があの7の締めをね、 下げてくれてるにもかかわらず一番が最初に向ける方向先は8球だってことに俺はすげえびっくりしたんだけどね。はい。真だったらありえないと思ってるんだけど。って思いましたね。はい。で一番が確実に2世で、まあ、9黒でしょうね。まあ、7三が若干あるかなっていうのは、まあ、9投票してるところから、まあ、9にしか黒が打てなかったっていう状況。 まあこれしかないと思ってるんで、一、ま、球、あ、が濃いかなって思いますね。狩、ま、る、あ、なんて本物のね。一、まあ、つって七声、まあ、しようかなって思いました。以上です。九番のプレイヤーは発言してください。今日は七に投票します。確定人外の七に投票しますで。村にちょっと聞いておきたいんだけど、六番さんの自投票の理由って何だったんだろう。六、八、わかなくない。どっちが。 まあいいか。で私が思ってるのは3七ロ々ーーで思ってます。理由としては、えっと、3番さん視点8黒って視点はなかったのかなと思ってて、えっと、8番さんは結局釣られそうになった瞬間に狩り出てきたから全然黒あると思うしでえっと、その前に8を強靭で見ていた視点は確かに3番さんの時点では分かったんだけど昨日のえっと投票釣り回避の段階からそういう視点はなかったのかなって。なんでそんな 1>, 1級黒黒でいきなりバチッと決めてんのかなっていうのはわかんないよね。それから昨日の、えっと、投票理由もわかんないよね。ところ。えー、それから、えーっと、まあ、えーっと、そうそうそう。えっと、結局、えっと、6黒ならごめんって開口一番言ったんだよね。でも6番3って隠しろだし、結局その 1, 1級黒黒で見る視点しかなかったから、3番3っていうのは、 結局6も黒あるかもしれないっていう発言を残した上でそれを、えー、否定して、えー、長期法的に1級黒黒っていう風に持ってきたよね。あの完全に生理不足ってところかな。であとは5番さんも言ってたけどカリーをどこで見てるのかっていう視点も全くわからなかったよね。8番さんに関しては2番を守らなかったとしてどこを守ったんだろうって感じではあるよね。カリーまあ4番さんでいいんじゃないかな。 いやでも分かんないまあとりあえず今日は奈良に行ってくださいとしか言えないかなうんですかね1番のプレイヤーは発言してくださいえっとなんか ちょっとまあ、俺の昨日の段階で5番白 7, 7が対抗8番棋士っていう4グレーの状況下で3番の意見がめちゃめちゃ納得ができ4番は俺をカリウドについての言及だけで見せしして6番がえっ,と理由えっと3番を白く見る視点は良かったけど他の91だけがあるとかっていうロジックがわからなかったから4番を釣って6か9を占ったら村が勝てる盤目になるかなって思ったから4番を釣って 村を勝てる釣り順をするときに4番からでいいと思ったからそれだけ8番が騎士って出たからね8番が新騎士やと思ったから村でいらないのは4番やと思ったから勝てる釣り順をしただけで6番を占った理由っていうのは6番がロジックもなく、えっと、7番の狼軸がいないっていうせいさ 一番、九番の触れ方がわからないっていう。セースだけを落としてきたのが、よくわからなかったかな。六視点で、どこがどういう触れ方っていう理由がなかったから。六番っていうのは、引っかかるところがあったから。六番を占い、六番が九番をどっちか占ったらいいかなって、四つってって思って、六番を占った。七番が九番。投票していたからこそ7、七球がないかなって思ったから。だから、現在7、七八、ローローで追っていて、九番がなんか若干黒かったなって思ってるから、九の巨人もあるかなって思っていい。一日目の <laughs>。 2>, 2週目の考察で当たっていたと思っていて、8番が強、えー、人で狩人使用をする盤面ではないと思っているから。8番が強人やったらそのまま釣られて、2日目に決め打ち盤面を作ればいいから、8番が狩人で出るって、8番が強人やったらやる行為じゃないし、8時点で今日1番が偽になったのが、1視点で8番を殴ったのがおかしいって言ってるけど、7番さんだって4番が、4番って1を偽って言っているのに、7番って4番を釣ろうとしていたから、8視点の1の偽要素があっていないから。 七八ローロやと思ってるから七番つってね七番投票やで投票を始めてくださいありえオラじゃないべ七八ローロー救急人と思ってる <noise> おー投票 確か 8, 8が7に入れてんのか7番のプレイヤーは発言してくださいでもこれ891でも人外評価 <laughs> 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 そっかーじゃあやっぱ8番さんあれか強人か狼の可能性があるってことか1番さんが強人やった場合は8番さんが狼八8番さんが強人やった場合は1番さん狼ってことよねだ <laughs> ったらまあ8番さん言ってほしいけどな うん、僕があれか急に入れたせいで割れてしまったってことね。や <laughs> ったら八番さんいってください。だって八番さん、あの、<laughs> 一の芯ないって言って、僕に入れてるもんね。<laughs> ワンちゃん、僕釣れると思ったんかな、八番さん。<laughs> 一行くと見せかけて <laughs> あ、いや、一行くじゃないわ。一にせって言っといて、とりあえず八番さんいってほしい。 うん以上8番のプレイヤーは発言してください <laughs> いやだってねちょっとさ9と1の発言聞いたらさ <laughs> ちょっとあこっちの方がしんかなってね直感的にさ思ったから7 <laughs> でいいかなって思ってだから投票したんだけど。 多分これ俺がつられてほいた方がいいかなってちょっと感じなんでねちょっと分からなくなってきたんで1973強人<靭>かまあ俺がつられておいたいいえ九六6は何だったの自投票ははいまあ俺投票してくださいまあ大丈夫でしょうまあ呼んで強人が落ちてるからね、まあ、俺を釣ってもまあまだね大丈夫なんでうーんちょっとね怖くなったわ今のではい以上です投票を始めてください何やオラじゃないべ 8番のプレイヤーが選ばれました8番のプレイヤーは発言してくださいはいまあ6の強人はないんで <laughs> まあ大丈夫ですねはいおかみさんね頑張ってくださいねまあ多分ねー ロックカミ方がいいかなって思ったかな。ロックカミの方が面白い展開になりそうなんで、ロックした方がいいかなって思いますね。あ、ロの狂人は百ないんで、はい、はい、読で落ちてるんで、あ、それか俺で落ちてるんで、大丈夫です。夜が来ました。目を閉じてください。人狼、人狼は,人狼は目を開けてください。人狼、人狼は人を殺してください。強人多くね。 サンクロで3クロですよね、はい、<laughs> いやかが狂人でしょああまあいいや。うん。いや、教人多くねこの村。狂人ですよ強、ね、<laughs> 人多くね <laughs> いや、多いです。<laughs> <laughs> いや、きつい。3クロいきます。もうはい。 朝が来ました昨夜死んだのは5番6番のプレイヤーは発言してくださいはい強じです自投票したらいいでしょうか指示をお願いします そうだよね。37バイパス、19バイパスにしかないよね。えー、自分の強靭要素を言います。自投票です。絶対釣られないと分かってての自投票。これで、噛まないでね、ご主人様ってメーを、ね、6を説得しなきゃいけないけたつもり。もう一つ、8番ちゃんに対する強靭塗り。どうでしょうかあと、あからさまの占いに、平等を買って、占わせる白が欲しかったです。 ありがとうございます7番のプレイヤーは発言してください。マジで6番さん強人な。マジでマジで言ってるじゃあじゃあ48は何やったって話、まあ4番さん仮やろじゃあ8番さん何やったやっぱ8番さんやばい村。<laughs> やば。<laughs> でも6番さんマジで強人じゃないよね。もし強人じゃないのであれば。<coughs> えっと、一級オオカミなので、もしあ、村陣営をもう合わせてほしい。村陣営は、あのー、そうだな、1番さん行きましょう、1番さん1級どっちでもいいんやけど、1級どっちもオオカミやから。だから、1番さんに合わせて、村陣営は頼む。<laughs> 6番さんが村であることを祈る。3番さんはね、えっと、分かってますよね、どっちが進化っていうのはね。<laughs> なので、 村人は一番さん行ってほしい村人は一番さん行って6番さんが強人でないことを祈る頼みますえほんまに6番さん強人マジでやめて <laughs> ほんまに <laughs> えー、6番さんを同じ陣営でいてほしかったほんま同じ陣営やったら嬉しいけど6番さんが強人ならつらい <laughs> とりあえず、えっと、村人は一番さんに行ってくださいお願いします そうですね。一級狼でした。もうそれしかもう僕、あの、真の占い師なので、結果は一級狼、それだけです。以上です。アムロ行きます一番さんでお願いします !9 番のプレイヤーは発言してください。狂人 <laughs> 重すぎないこの村 <laughs>。どうなってんだ、まあ、?6 番さんがもう村だと信じて説得していくけど。 えっと、7番さんっていうのは結局3番さんのことを間接的に守ってるんだよね。守ってるというか同陣営だ,だったよね、えっと。初週は6番さんに共感位置って言って3番さんが味方って言って、まあ、6番を白紙してで他を、えー、グレーにして、まあ、割と釣り位置に誘導していったよね。えー、っとそうだね。うん、で結局、えー、9位に投票して9位を、えー、黒と言ってで3番さんに関してはえー、っと。 まあ、昨日も言った通りえー、っと6黒ならごめんって言って、えー、全然整理できてなかったところとえー、っとまあ、で整理できなかったかっていうと1級のことを黒黒っていうふうにもう打ち合わせしてたから、ね、夜の時間にだから整理できてなかったっていうところでえー、っと1の結果をあのしっかり把握できてなかったからね6万三角0なのにでそれからえー、っとあとはえー、っと8は村じゃないと言って で置きながら結局、えー、っと8黒の視点がなかった点ね。8黒の視点がなかった点。8黒の視点っていうのは全然あったと思う。1番さんからもあったと思うけど、釣られたくなくて仮と使用したっていう点かな。で、それから、えー、っと、あとは、あとは、あとは、でもそのくらいか。7番さんに関しても言ったし、あとなんかあるかな。まあ、そんぐらいかな。 サンバーさんクロジックでしっかり考えたら分かると思うけどね。かな。サンバーさんは結局狩りをどこで見てるんですかそ、うん、こ,こを教えてください。かな。今日は7に入れます。1番のプレイヤーは発言してください。3>, さい3ね。えっと、569がスムラ。73ローロ八8強陣やと思っている。 えっと、そうやな、何から言おうかな。まあ、9番が3番の黒よさ挙げたから、<laughs> まあ6番には1番に疑問視していることを聞いてほしかったけど、<laughs> まあ4番投票した理由はその理由ね。村が勝てるツジョン8番が棋士使用していたから状況下で。で、昨日の7番の考察でおかしいところを挙げると、7番試験で1番強陣6級ローローを追ったところがおかしいと思わない。えっと、7試験で8番からスタートし、1番強陣にやって5番に白打ち、五、えっと、番で7試験で7が5白で5で囲えていなく、6番、9番、オオカミペアやった場合っていうのは、 あの平和盤面を想定している狼っていうことになるから7視点で69ロールを1強陣を追っている視点って新視点じゃないことを思ってほしいかなあと実0視点では38ロールを7強陣っていうのは確実にないと思っている3が8投票していることから <laughs> 3が8投票しているから38ロールを7強陣がなく73ロールを確定73ロールを確定の8強陣やと思っていい <laughs>、えー、7強39ロールも否定されているよね PP 盤面だからだから73ロールを8強陣 で,で、提出、えー、6番に言うけど、もう1回言うよ。4投票したことがおかしいって言われてるけど、8番が騎士で出てこられたから、8番を新規しておいて、<laughs> 4番を釣るっていうのが、俺、新視点では4番って邪魔な存在だから、村でも村の強人っていう行為をしているから、4って多分確実に俺に投票を向く行為をしているから、4番っていらないから、だから4番で釣っていいなって思いました。8番が騎士やったんだからね。 っていう一日目の考察を六番には分かってほしいって思うはい三番ね三番釣り三番釣って明日七番釣ったら勝ちはい以上三番のプレイヤーは発言して,してくださいもう死んじゃってんだけど僕が把握漏れしてたのは一番の白結果を見入れてなかったか釣りって言ってました今、うん、聞いてなかったなかった3釣りって言った6番が狂人だった場合って <laughs> 7番のオー,カーになるから9村になったんでねって発言機能言ってるからそれをあなたたちから捏造されていってるんです かかりますかそうなった場合、旧村になっちゃうから、6番さんのあの投票結果が濁るんだよねっていう発言をしてるんです。で、1番さんって昨日、7釣り押してるんだけど、1が死んだった場合って、1番さんは昨日の段階では投票前は7八郎で追ってたんだよね。3村においてね。だったら7釣りじゃなくて8釣りの方が普通じゃない分かります村の投票を勝,勝,、うん、勝ち取る必要があるよね、死占ないしって。 じゃあ、なんで村目線、うんと、一七真についてないのに、八釣りじゃなくて七釣りなんですか。そこが圧倒的に偽要素だと思ってほしいのと。うん、キューバーさんに言うと、うんと、なんだ、指定整理ができてないから、黒要素って全くわけがわからないのと。その発言の熱と狩りをどこで見てるか、四しかないでしょう。四位がありえないでしょう。僕が言ってたのは七八、狼もあるから、六の、うんと、六狂人だとか言って。 7八なんだよねっていうところからあなんだろう消去法的に何だろう4狩り以外見てない発言だと思ってんだけどわかるかなで初日の7三の投票が合ってるから7三狼のラインがあるって6万歳言ってんだけどじゃ仮に3七狼だった時に8番が仮使用してますわざわざ9番に持っていく必要って何なんですか縄を。ましてや僕の発言では4か8どっちか釣るっつってんだよ。 狼視点って8ってめちゃめちゃ人外でしかないからそうなった時って8番が狩りをあぶり出そうとしてるってたどり着くだろうし別に8以外で釣ればいいってなったらわざわざ色なんだろう19でつなげてるところに入れないで4すればいいかないてありえんオラじゃないべ。 一番。レイれー。ヤーは6番、本気で強人なん。いやもう、まあ、6を村と思って、ちゃんと3番の言っていることがおかしいことに気づいてる今の。1番が7、8、ロー,ローでおってきたから、昨日8番投票でいいんじゃないか。暴論暴論読んで、えー、8番が仮に新規し合って、4番が士使用している状況下で、4番が釣られ、2番が髪のカれている状況の中で、俺視点っていうのは、 8番がワンチャン新騎士の可能性もある。8番を占ってくる結果が出ているわけでもなかったから昨日って。だからな、俺視点の対抗、えー、俺視点の確定陣外っていう7番を釣ったら、実視点では、8番って、えー、番がもしほんまに新騎士で4番がアーマーとかやった場合って1号やもできる可能性があるから、別に実視点では7を釣ったらいいから。 実験で8を釣ることに何のメリットもないから7を釣ることの方が実験で当たり前の投票法だから俺が8番に入れないことが3試験の1の偽要素ってなりえへんから6番分かってね <laughs> それぐらいかな <laughs> あと、まあ、7番に関する偽要素はさっきも挙げた通り昨日の考察で1強弱4はまあ,まあ違なかって、ね、ありえへんくない、うん、7新試験で1番が強人やった場合って6級ローローで何試験のってなるし 初日にじゃあ六番、えっと、初日に八番が六番を投票しようとしていたところで、九番も釣り位置を含めようとしてい,たいます。本当に六が強人なら投票。それぐらいかな。釣りなしで勝てるからな。一強人を追うっていう視点がありえへんっていうことを思ってほしいかな。六番さんが七番の席に座っていて、新占いでした。で、二、えっと、日目の考察で、一番を強人で置いて、六級ローローを追える。 っていう視点があるのかどうかを考えてほしいかなって思いました。はい、3番つって7番つって終わろう。6番、3番投票ね。3番のプレイヤーは発言してください。暴論だって言うけど暴論じゃないでしょ。8の新規賞を追ってるんだ。追ってるなんてい1個も言ってないでしょ。1番さんあの段階、7、8狼だと思ってますよみたいなこと言ってなかったっけ 狼狂人かななみたいなててたよね狂人ってじゃあ9の教養素どっから拾ってたの一番さん。地形率が違うよ。ねなかったことにしようとしてるけど。ありえないでしょ。立てそうだな8番さんの進化リンの可能性なんて、王室ないでしょ、あの場面。で、一番さんが言う対抗を釣り押すっていう行動自体は僕は批判はしないけど、僕視点って17分かんなかったのね。本当に78があったから。 だからこそ1が真だった場合って7釣りより8釣ってくんないかな本当は7釣ってほしいんだけどっていうのが村を説得する新占い師の行動じゃないのこれは違う、ね。分かりますかこれに関しては僕間違ってないと思うんだけど僕がおかしいのかな違う ?7 番さんの言う69老老1強陣で追うっていうのは視点上は考察上だよ。確かにそこだけはおかしいかなとは思うけど7番さんの出てる 結果からは可能性としてそういう線はあるよっていう風に落としてるだけだからそこを曲解して叩くって7の偽要素には全然ならないでしょむしろなんだろう9教人7八ろかなみたいな6強人だっけどっちかだと思うけどそっちの方がおかしくねえか。新視点じゃないでしょ明らかにじゃあ6番さんが1番さんの席座ってて8のあの行動を取って6がね村であることにかけてるよ8何だったんだってなっちゃうからね 6番さんが1番さんのセキスってて、8番さんのあの行動を見て、2がかまれてることを確認した上でだよ。8のんと新規書を追うで太鼓の7をする。でそ、そうやって村を説得する占い師っていますか投票を始めてください。あありいん、オラじゃないべ。<laughs> さあ、どうなるかなぁ ?6 村 だと思う信じたい。<laughs> 8がリアキじゃないことを信じたい。1番のプレイヤーは発言してください。ごめんなさいよ。よ6番、ほんまに巨人なじゃあ9番さん、7番、紙してや。 ちょっと6番スムレやったら9番さん自画の方が早いからスムラ使用してほしいねんけどまあ6が強人信じてじゃあ7番噛んでいただきましょうか9番さんにはいじゃあ7番さん噛んで明日三番あ6番釣りっていうことでいいかないや申し訳ない負けで9番さんごめんなさいはいえっとじゃあ七番さんもう使用してるからな夜が来ました どっちみちも噛む,噛むわけにはいかんのか人狼は目を開けてください人狼は人を殺してくださいいや噛みなしでいやじゃあ噛みなしでもうもう無理かね噛みなしで4人になって22でいやゃあ無理かどっちみち無理だな 朝が来ました。 昨夜死んだのは7番9番のプレイヤーは発言してくださいもうのーちゃん ?6 番さんがえっと投票なしだったら確実に勝てたっていうのを分かってない強人の可能性ある、まあ、普通村だよね6番さん えー、なんか割と13の決戦になったら割と1番さんの言ってたことの方が筋通ってたと思うけどなどうなんだろうね3番さん時系列めちゃくちゃだったすね1番さんはまあまあいいかお疲れ様でしたえっ、ー、とーまあワンちゃん信じて6番さんにあ違うわ噛んでることは分かってるから3番さんに入れます 3投,投票でいきます。3番のプレイヤーは発言してください発言した。途でね、メモ取るのやめちゃったから時系列めちゃくちゃだったんだったら申し訳ないけど、一番そう言ってなかったっけ ?7、8に見えるみたいな、昨日の最後の発言でね。決戦の前だよ。その前か、8番つられた日か。 七八狼だと思ってるって言って、七投票でしょ。そこの時系列って別にあって,あってくねあってなかったね。それは何が起こってたと思うよ。ね、伝わってなかったんかな僕は言ってたと思うんだけど。6番、のプレイヤーは発言してください。ごめん、9番ちゃんごめんね。別にさ、長っ 聞かせるつもりもなんもなくて、い通ポジってさ、結構しっかり精査したいからと思って、うん、話はしっかり聞かなきゃって思ってさ、だから同票にしたくてってところなんだけど、そうだよね、昨日二番ちゃんじゃない,いや、一番ちゃんカメラ時代に言うべきだったんだよね。うん、ごめんなって思う。いや、ごめん、マジで。みんなごめん、ほんとに。 でさ話聞けば聞くほどさ全然わけわからなくなってさなんか最後の方だとなんかもう何言ってるかわからなくてさ一番ちゃんも三番ちゃんもさだからさ初週でなんか三番ちゃん村っぽいなっていうさ自分のなんだろう自分を信じたのとえ何あとさ二日目の八番ちゃん七番ちゃんの決戦って意味わからなくてやっぱ八番ちゃん行くべきだと思ったからねだからねごめんねなんか楽天ポイントプレゼントするよ20ポイントぐらいどう投票を始めてください何やオラじゃないべ なんなの <laughs> 村でしょ9番のプレイヤーが選ばれました。ゲーム終了。自投票する村おるんや。やば。ワンチャンつらったのに6。 狂人多すぎ問題いやー狂人そうなーもう素直に例の使用してほしいかな狂人には <laughs> 意味不明村でしたねえー、えー、でもさ六1 3だどう 黒かったかななんか理由を教えてほしかったな。もういないかいないかえ、初日9投票待ってたね。6か9の2分1やん。いやー、1番がね、8、9、釣りゃあ上げたのが何センスだと思うよ、マジで。つうか、あの8が仮人使用したから4番釣り、4番陣外だと思ってるっていう精査おかしいから、陣外やったら出るし。 いや、でも、普通に8から岸出たら4番さんに投票集まりそうだから、4番さんが岸だったら普通に使用してほしかった。それやったら、<や>岸使用したら、うん、6番さん投与になってたかな、わかんないいすけどい。そもそも、あの2、一 2, 2, 2番目だって占い釣りが強いから。 いや、一番さっきさ一番さ先、九番ーーさもし僕が時間軸ずれて、なんか変なこと言ってたんだったら申し訳ないなって思ってるんで、ごめんなさいね。連、連戦大丈夫ですか連,連戦大丈夫ですか <laughs> いますね、すいません、はい、すいません。三 <laughs> 番さん、時系列合ってたよ。うん、間違ってない。三番さんは俺の狼を追ったしね。七八郎の九強陣っ一番、九かなーって一番先言ってたも百。<laughs> そうだよね、そうだよね、いいんだよね。 言ってたよ,よかった、なんかもしそういうなんか変な熱をして勝ち取ってんだったらなんか申し訳ないなと思ってなんかあんまり勝った気がしなかったんですよ。いや、3番のね、あの村の取り方はね、あの人外からすると結構卑怯だなと思いながら俺は聞いてたけどね。まジで <laughs> ど,ど,どういう、なんかあのあの自分が村視点だったら8とをした方が。 今日獲得できると思うんだけどな、っていう、あの、言い回しがめちゃめちゃ村に見えたから、卑怯だなと思いながら。それはひきょって言われたら、それ卑怯って言われちゃったら、あれっすか、それってなんか、それはいいと思いますよね。といや,いや、いいんだよ、いいんだよ。あの、人材からするとね、<え>あの、もう無理だなと思いながら、いたから。5番のプレイスタイルが嫌いやわ。